ビデオカマでーす。よろしくお願いします。さあ今日はですね、まあこの雨、曇り、たまに雨パラつくかもっていうようなそういう天気なんでね、まあ梅雨、いかにも梅雨入りしたわけですけどもね、こんなメッセージから紹介しましょう。こちらはラジオネームフルーツポンチ侍。入れ隊長マンゴ隊の皆様おはやーまん。関東地方もいよいよ梅雨入りしましたね。ほんとそんな空ですね。ジメジメするのは嫌ですが、夏到来フラグだと考えて耐えましょう。隊長は雨でなかなかアウトドアできない時はどうやって過ごしますか？僕は通販サイトを見て素敵なアウトドアグッズを見つけてはポチってます。ポチるのね。アウトドア番組の DJ やってるっていうことで、もう日々アウトドアやってるっていう風に思われてるのかもしれませんけど、意外と全然インドアも得意でそうですね、アウトドア行けなくてモンモンするってことはまあたまにありますよ。行きたいなーでもなーあーみたいな風になって、もう気づいたら一日、午後になって夕方になって終わる。数独やってます。数独数独です。最近も数独ばっかハマってずっとやってますね。一日何問かやってますね。時間かかるんですよね。昨日あれデビューしましたよ。コンビニの数独本初めて買って300何十問入ってんのこれ全部解ける日来るんだろうか。一冊500円ぐらいですよ。でなんか賞金がもらえるらしくて、当たると5万円。おお、数独やって5万円もらえる。本当に当たんのかなあれ。まあちょっとまだ1問も解いてないんで、昨日の夜買ったばっかりなんでね。ちょっといつかチャレンジしてみたいと思いますけど、そういうのがあると雨の中アウトドアできない時なんかもあっという間に過ぎていきますからね。まあ、ポチるのも楽しいですけどね、この方ポチったそうです。相模原のトン君。入れ隊長スタッフの皆様、マンゴー隊の皆様、おはやーまん。本日の放送内で沖田さんの話を聞いて以前から気になっていたマルチグリドルパンをついにポチってしまいました。ツーバーナーで肉を焼く際に五徳が油まみれになって毎回掃除が大変なのが悩みでした。届くのが楽しみです。来週のキャンプでデビューさせます。また使った感想をレビューさせてもらいます。ということで、トン君ポチった。今日の放送を聞いて、放送中にポチるっていうね。ああ、早いっすね。前から気になってたっていうことで、まあ今初めて聞いて調べるとかそういうことではなく、ああ、もう沖田さんがそこまで言うならもう間違いない。ポチっちゃおう。いいと思います、それで。欲しかったんでしょ？だから背中をこう押してもらったみたいな感じでね。ね。僕もね、今日ちょっと背中押されそうになりましたよ。でもちょっと待てよ、鉄板もあるし、脱腸分もあるし、もうなんだってあるんですよね。そこにさらにマルチグリドル1枚増やすとまた収納大変でとか。収納の問題になってますよ。ね。これがもうまるでキャンプしてない、これから道具集めるとかだったらめちゃめちゃいいと思いますね。いやー、どうなることやらですね。じゃあこちら行きましょう。コケコプター。先ほど古いテントの保存方法のお便りがありましたが、僕は祖父の頃から使っていたペトロマックスのバーナー、ランタンではなく食事を作るバーナーですね、と父が独身の頃に使っていた水のスポーツのバーグテントというテントを今でも使っています。両方とも特別な保存方法は特にしていなく、実家にあった頃は屋外の物置で、僕がもらってきてからは他のキャンプギアと一緒に押し入れに入れています。雨が降ると少し雨漏りもすることもあるので、雨が降りそうな時はタープを屋根に併用しています。なるほどね。我が家は登山が好きな家庭だったので、小さな頃から旅行に行ったことはほとんどなく、夏休みは毎年このテントやバーナーを持って登山に行っていたので、思い出がいっぱい詰まったギアたちです。この夏休みはこのギアを持って子供たちとキャンプに行ってきます。もう家族の歴史が刻まれたテントとバーナー、素敵じゃないですか。こういうストーリーがね、こう語れるっていうのはこの歴史ですよね。いいじゃない。こういう風にね、長く使えるものに出会えると嬉しいですよね。
ただ本当今のテント、あのコットンのテントとかはもう長く使えるんじゃないですか。うん。河川でね、劣化しやすい河川と劣化しにくい河川があると思うんで、それがどっちに当たるかっていうのはよく調べて買わないとわかんないし、もうすでに買ってあるもんだったらどっちか、まあ、判明してわかるわけですけど、まあ、こうやって長く使えるものだといいよね。うん。じゃあ最後、こちら、菊次郎さん。初メールです。いつも仕事の時に聞いてます。先週の日曜に嫁さんと東京湾のイサキ釣りに行ってきました。隊長のカヤック釣りは渋かったみたいですが、イサキは活性が良くて、自分が37匹、嫁さんが27匹と、まずまずな釣果でしたよ。食べる分以外はお裾分けしまくって、皮付きの炙り、刺身、フライなどにして美味しくいただきました。つって、まずこの、夫婦での爆釣。マジで爆釣。もう溢れそうなぐらいイサキが入っている。そして、もうこの炙り刺身フライっていうもうイサキ尽くし。美味しそうだね。イサキって脂乗ってて本当美味しいんだよね。刺身もテローンってしてるし。先日いっぱい釣ったイサキが大量に冷凍してあって、それがうちの冷凍庫にあるんですけど、この間それ引っ張り出してきて、フライにしたらやっぱめちゃくちゃ美味しかったっすね。うん、本当に美味しかったですね。ただやっぱね、冷凍の解凍だとちょっと刺身、家庭用の冷凍庫だとね、刺身にするにはちょっともう身がグズグズになっちゃってんなっていう感じだけど、もう火通すと全く問題ないんで、いやこの刺身炙りってな、新鮮だからこそ味わえる。で、この味わいをもっと長く楽しみたいっていうんであれば、もうマイナス5、60度の冷凍庫を買うしかないですね。それもね、前からずーっと気になってるんですよね。でもマイナス60度の冷凍庫、欲しいんだけどね。まあもちろん大きさによると思いますけど、聞いた話、マイナス50度の冷凍庫、電気代が月に1万円かかるそうです。あとやっぱコンプレッサーもそれなりに回るんで、って言ってるみたいです。それどこに置くのかっていう問題もありますし、だって、こんな大きさだぜ。こんな。うわぁ、有名ですね。でもそんなとこに魚入れちゃったらもう、消費されることなく、一番下にいっぱいこう、地層のように魚が積み上がってくるんでしょうね。買わない方がいいのかもしれない。いつか背中を押されてポチる時が来るんでしょうか。冷凍庫はでも欲しいんだよね。ポチらないように気をつけております。今日この頃、ポチらないで数独やります。ビデオカマゲンでした。